シドシーザーはアメリカ合衆国ニューヨーク州生まれの俳優、声優、コメディアンである。1922年、ニューヨーク州ヨンカーズで生まれる。1939年に高校を卒業したが、当時は世界恐慌の真っ只中であり、シーザーは家を出てニューヨーク市へ移る。当初はもんなしながらもミュージシャンになるべく努力を重ねて、音楽家のユニオンに加入。 ミュージシャンとしてベニー・グッドマンなどの巨匠と共演したこともある。その後、その陽気な人柄とユーモアに長けたジョークのセンスを買われ、自身のショーの間にスタンダップコメディを披露。多くの賞賛を得た。1943年にはフローレンス・レビと結婚する。戦後、シーザーはブロードウェイデビューも果たし、テレビ番組などにも出演し始める。 1946年、トワーズスパーズ映画デビュー。1950年代には、ユアショー・オブ・ショーズ、シーザー、エス・アワーなどのバラエティショー番組に主演し、人気を不動のものにする。その後も引き続き、ミュージシャン、コメディアン、そして俳優として活躍を続けた。1952年と1957年にエミー賞を受賞しており、 ノミネートだけでも8回受けている。その功績を称えられ、ハリウッドにある、ハリウッドウォークオブフェームにもその名を刻まれている。2014年2月12日、ビバリーヒルズの自宅で死去した。91歳ボーツ。死別による。コメディー界の伝説、シュドシーザーさんが、死去91歳 N サイモン、M ブルックスなどを発掘し年末で2014年2月13日、閲覧。 ありがとうございます。